サイバー、今度は一緒に料理をしてみないか？はい、お願いします、シロ。しかし、私にできるでしょうか？大丈夫。料理の初歩からいろんな調理方法を一緒に体験していこう。これなら私にもできそうな気がしてきました。とは言っても料理によって難易度が変わるから油断は禁物だ。はい。遠坂やさくらとも一緒に料理ができるし、ますます料理が楽しくなりますね。原作コミック、アニメで登場したレシピのほか、ゲームオリジナルのレシピもあるみたいだ。見たことのない料理ばかりです。とても美味しそうですね。アニメやゲームオリジナルの物語を楽しむ以外にもたくさんのモードが準備されているぞ。料理の練習もできるのですね。頑張ります。さあシロ、早く料理を作りましょう。ああ、任天堂スイッチ専用ソフト、毎日エミヤさんちの今日のご飯は4月28日発売です。私たちと一緒にお料理しませんか？